どうも、タバタブラザーズです。兄のよしきです。本日は皆さんコメントでいただきました。いつも楽しいねコメントありがとうございます。ヤンキーランキング、ヤンキーランキングコメントにしてくださいと、非常にね興味深いコメントくれました。もうちょっと迷いましてね、やっぱり今の地位がありますから、皆さんね当時のヤンキーだったっていう話をするのどうなのかなと思いましたけども、まあまあまあいけるやろと、まあそんな誰も見てへんし、まあヤンキーランキングやっていきたいなと思うんですけども、まあこれはですね、さすがに上の世代、プロ野球選手で目立ってる選手でいうと浅村さんであったりだとか中田翔さんであったりとか、まあ見るからにねヤンキーなんですけども、その辺のヤンキーだったところっていうのは実際見てませんから、そこはやっぱり触れられないので、とりあえずヤンキーランキングパート1ということにして、僕の先輩の司先輩が浅村さんを見てはるので、ちょっとそれはまた別でね、世代の違ったヤンキーランキングをお楽しみいただけたらなと思いますけども、まずですねヤンキーランキングをするにあたってですね、自分をランキングに入れてないので、まあ、自分の、僕は全然ヤンキーだと思ってないんですけども、まあ、自分がどんな感じだったのか、ヤンキーに該当するであろう項目を自分で発表したいなと思います。非常に恥ずかしいことですが、まあ、10年以上も前のお話ですので正直に話したいと思います。中学生ですよね、一番ヤンキーになる時代というのは。中学生時代、学校は制服だったんですが、ちゃんと学生学ランってやつかな、学ランやったんですけども、私服で行ってました。学校が歩き登校やったんですけども、自転車で行ってました。可愛いね、この辺まではまだ可愛いんですよね。原動付き自転車、原付き、中学生で覚えました。まあ可愛いかな、全然ヤンキーじゃないかな、まだ大丈夫かな、うん。そんでタバコですね、タバコ、これまあアイコスなんですけど、タバコはですね小学3年生の時に初めて吸いました。まあまあ可愛いね、まあ興味本位やったのね。まあ僕はまああとはですね、大阪桐蔭の入学説明会あるんですけども、まあみんなね同級生が集まって、ユニフォーム採寸みたいな時があって、その際ですねこの眉毛にね3本ぐらいラインを入れまして行きました。でその当時ですね、入学説明会の時に髪の毛染めてたやつとかいてるんで、それの発表もさせてもらいます。それはだって染めてたやつが悪いから、これは俺の流れ玉の爆弾って思わんといてくれよ、俺の同級生、それはお前が悪いねんからな、という感じです。だから僕はね今項目上げさせてもらいましたけども、全然多分皆さんが思ってるようなヤンキーではないと思ってるんですね。本当にで、まあ僕の弟はですね、まあ今回はあんまり言わんとこと思ってたんですけども、今から名前挙げる大阪桐蔭の選手の誰よりもヤンキーでした。やっぱり弟はちょっと筋金入りというか、ちょっとレベルが違いましたね。ということでランキングですかね、発表していきましょうかね。それでは第3位、広畑実さん。触れた方がいいかな。まあ一つ上の先輩でキャプテンをしてた方なんですよね。もうアジア大学行かれて、そして今やもうみんなが知ってるような野球を教える人になられて、すごい方やったんですけどもね。みんな見たらわかるでしょ。もう言わんでもわかると思うねんけどな。ヤンキーです。じゃあほんまこれはですね、迷いましたよ、本当に迷いましたけども、ヤンキーです。どのような部分とかどういった部分がとかいうのはコラボして聞くのか本人に直接聞くのかにしましょう。そこは触れないでおきますけども、ランキング的には第3位のに入ってきますね、広畑さん。
野球とかはもうものすごい真面目でね、全然そんななかったんですけど、僕も本当に可愛がってもらってた方やと思うし、今ね不仲説出てますけども、俺は不仲じゃないと思ってるんですけどね、うん、僕もまあ一個下がレギュラーやったんですけども、ほんまに優しかったですよ。第3位発表させていただきました。これはちょっとまあ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 って感じで、それでは2位の発表です。2位森選手。まあこれはですね、もう仕方がないですよね。もう写真が出ちゃってんだからさ、特攻服みたいなやつ、なんていうのかな、卒業式に着るような思い出学ランみたいなやつ、もう出ちゃってんだから、これはもうね、今プロ野球選手でバリバリ活躍してますけども、ランキングには入れさせてもらいました。でも2位なんですね。2位、まあヤンキー逸話としましてはですね、まあでもほんまにね、後輩として先輩に対して先輩と喧嘩したとかないですね。後輩としてちゃんとしてくれてたような印象です。まあタメ語とか藤波とかに使ってるシーンがねよく流れてるので、ね、そこだけ切り抜かれがちなんですけども、意外とねそういう感じじゃないんですよ。で練習もめっちゃ真面目ですし、まあヤンキーエピソードが、これはまあ言っていいだろうってやつを言わせてもらいます。言ったあかんやつはさすがに YouTube で言えないので、言っていいだろうってやつで言いますと、多分中学生時代に開けたピアスがあるんです、あると思うんですけども、それが高校時代も閉じてなくてですね、いつでもピアスは入れれるような耳穴でした。これはええやろ。これはだってもう高校の時に開けれるわけないねんから、もともと開けてたやつが開いた穴が塞がらないやつですね。ここはもうね、学年違う選手3位2位と上げさせてもらいましたけども、1位の発表をさせていただきます。1位はやっぱ僕たちの同学年の選手です。1位、僕たちと同級生メンバー入ってました、西選手です。おめでとう、雄大。雄大くんおめでとうございます。雄大くんはですね、大阪吹田千里山連合の総長でして、構成員2人、雄大と慎吾なんですよ。慎吾は1回動画で出てくれてますけども、構成員は2人なんですけども、まあ森選手のね特攻服ドカーンってネットで出てますけども、雄大選手来てました、刺繍服着てました、しっかり着てました、おめでとうございます。刺繍服ランキングみたいになっちゃってますけども、まあ広橋さんは知らないですよ。広橋さんはまあもう見たらわかるでしょ、ヤンキーじゃないですか。でまあ森選手は特服着てて、西雄大選手も服を着てたんで、もうそれ着てたらだってみんなからしたらヤンキーになるんでしょね。だから吹田や千里山連合の総長西選手を挙げさせていただきました。ですね、彼はね、まあヤンキー、ほんまに野球は努力でメンバーを勝ち取ったみたいな選手で、僕も同じ部屋になったことありますけども、めちゃくちゃええやつなんですよ。ただのええやつなんですけども、どこがヤンキーやったか、やっぱりですね、ヤンキーたるもの逸話が多いんですよ。寮内でそういう面白い話に今はなってるんですけども、当時はですね逸話が多いんですよ。その逸話の逸話を紹介したいんですけども、まずですね、西雄大選手なんですけども、血のしょんべん出ました。はい、血のしょんべんと血の血便が出まして、病院に運ばれております。ヤンキーやね、これはほんまにヤンキーですね。ヤンキーじゃないと出ませんからね。そしてですね、おっきいカエル分かりますかね、ウシガエルっていうのはあるんですけども、ウシガエル食べてましたね。いや、あ、ヤンキーやね。まあ食べた経緯とかちょっと言えないんですけど、ウシガエル食べてましたね。しかも動いてますよ、この口でグォーって動いてて、いや素晴らしいね。でまあ西雄大選手に関しましては、敗れたりしてたかな、まあ、これはカットしようか、これわかんな、てな選手ですね。はい、そして入学説明会の時に髪の毛染めてたやつ、小池選手、なんでか知らんけど襟足だけ赤髪やったよ、あいついけるんお前そんな、まあ、俺も眉毛ライン入れてて、
あれやったんですけども、だからその説明会の時に名指しではなかったんですが、コーチの方に釘刺されました。眉毛ライン入れてきてるやつもおるし、髪の毛染めてきてるやつもおる、そんな気持ちじゃあかんぞみたいな感じのことを全員のミーティングの中で言われてたんで、お、まあ、俺はね、あ、俺や、俺ライン眉毛入れてる、ライン入れてるわって感じましたし、まあ、小池も多分ね、あ、俺襟足だけ赤髪やからなみたいななってたと思うんで、そんな感じです。今回コメントからいただきましたヤンキーランキングについて発表させていただきました。僕の中ではね、まあ、懐かしくもあり、大変面白くもあり、つら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 言葉が出てきましたけども、まあ、全然このもう言えない話っていうのはヤンキーさんたちにはね、いろいろあるので、それはねさすがに YouTube では伏せさせていただきます。まだ早い、まあ、でもちょっと楽しいヤンキーランキングになったんじゃないかなと思いますし、コメントくれた方にしっかりとした動画でお答え できたと思います。大阪桐蔭ヤンキーランキング、これにて終わりたいなと思います。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。